どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリインボーク、魅惑のサマーバケーション第1弾派遣ガシャとして、上白リゼが水着キャラで、派遣ですけど登場しています。このリゼのイラストなんですけど、まあ、昔グルカルで UR で実装されてた渚リゼですね。まあ、それが、まあ、元になってるんじゃないかなと、はい、思います。水着も多分一緒だと思うんで。で、まあ、今回第1弾なんで、まあ、これから第2弾、第3弾と来ると思うんですが、まあ、トーカとか、ひなみちゃんとかは、グルカルの時のイラストがそのまま、こっちのね、派遣でも使われてるんで、まあ、正直、エトとか、あとは、ハイルとかが、松前とかな、来てほしいところではあるんですが、どうなんでしょうか。個人的にはエトが来てほしいですね。まあ、キャラの詳細見ていきましょう。まず、5突したとき、これ、レア確率、プラス 30% ですね。で、時短じゃねえよ、これ、情報確率 20% からの、あ、来たね、これ。占領ポイント 1.9 倍って今まであったっけ？これ 1.8 しか見たことないな。まあ、2倍とかは誤凸した時あるんだけど、1.9。ここの欄に入ってるってなんかこれ初めてな気がするんだけど。この武器強化するだけで、ついていくアビリティの中にね。で、時短が10分で、成功率アップ 20%。成功率アップなんですけど、最近っていうか、今日のアップデートね、メンテナンスが終わったアップデートで、派遣がね、だいぶ変わったんですよ。そう。で、派遣のキャラがね、なんか20体いるとか、あれまあ、単純に多分派遣のキャラが必要になったいっぱい、派遣するときにね、今まで多分5体でよかったと思うんだけど、なんか普通に10体とか多分選んでたような気がするんで、まあ、いかんせん派遣キャラが足りないぞということでですね、まあ、派遣キャラ被っていらない、いらないやつ今までもうポン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 売ってたんですけど、まあ、これから貯めていこうかなと思います。まあ、ちょっとこうやって後出しじゃんけんされるとちょっときついよなっていうところがあるんですけど、まあ、ボックスがね、多分足りなくなるんで、石砕いて拡張しつつ、促進剤を混ぜて、派遣キャラ育てていかなきゃいけないのかなと思います。っていうか、派遣がなかなか返ってこないから、促進剤が、入手できにくくなるかもしれないですね。まあ。いろいろこれから試行錯誤しながらやっていきたいと思うんですけど、で、連携が派遣時のレア獲得率アップを 20% アップ。で、闘争が、固有アビリティが独断先行、輪郭強化。で、普通のアビリティが HP アップ、レートアッププラス1ですね。で、攻撃が300アップいいね。で、クリティカルアップが。で、ステータスはまあこんな感じですね。まあ、今回、派遣、この、まあ、渚リゼって呼ぶけど、渚リゼは、海姫リゼって呼ぶか、海姫リゼは、まあ、確定枠で回しますよ。当たり前だよ。てか、第1弾、第2弾、第3弾ときたら、これ、回すしかねえよな。はい。というわけで、回していきましょう。まあ、ステップ1で出てくれれば、まあ、そこで止めるんですけども。まあ、そうか、派遣キャラ必要ってさっき言ったばっかだしな、引いてもいいかもしれないって言ったらね、まあ、ステップ1ではいつも出てくれないんですが、僕は確定枠があるからって確定枠以外で出なくてもいいってわけじゃねえからな毎回言ってるような気がするわ、このセリフ。さ、ここでね、多分ね、10枚抜きぐらいするから水キャラをさ、プレイアブルで欲しいの。昔ね、クリスマスの時とか、お、めっちゃグール多いやん。まあでも1枚なんだよな。クリスマスの時はさ、サンタ、アキラと、ひなみいたっけ？あ、サンタひなみもいたよね。あれ、プレイアブルキャラクターで登場したのにさ、ハロウィンでさ、魔女っ子ひなみとかさ、実装してくれてもいいんじゃないの？こういう水着だったら、水着のプレイアブルキャラクターさ、出そうぜ、せっかくなんだから。なんかちょっと癖のある性能にして。はい。ということで、今回は、海姫リゼですね、登場した。第1弾です、これ。また第2弾、第3弾、確定枠まで回すガシャ動画出そうと思っているので、よろしくお願いします。ではまた、次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。